兄さん。レイチェル、クソ、何やってんだあのバカ。待て兄さん。これはいけません、ラグラさん。兄さんダメだ、戻れ。兄さん、ラグラさん。てめえは。やっと来ましたか。お待ちしていましたよ、ラグナザ・ブラッドエッジ。テルミか。テルミさんですか。彼ならこの釜の向こう側にいますよ。彼にご用ならどうぞお通りください。私、あなたのお邪魔をする気は一切ありませんから。てめえ誰だ。狭間です。覚えていただけると幸いです。はい。何のつもりだ。何のつもりかと言われても、言った通りですよ。あなたがテルミさんを追いかけているようでしたから、彼の行き先を教えて差し上げたまでです。あれ、余計なお世話でしたか。テルミさんは首を長くしてあなたをお待ちだと思うんですけどね。レイチェルはどこだ。レイチェル、ああ、もしかしてこれですか。レイチェル、すごいんですよこれ。もう100回以上は殺しているはずなのに、なかなか死なないんです。てめえ、その汚ねえ足をどけろ。レイチェル、大丈夫か。おお、まだ意識があるのですか。いやいや、不死者ってすごいですね。驚きですよ。でも、あと何回殺せば死ぬんですかね。100ですか、1000ですか、もしかして数万回。いやー、僕の方が先に死んじゃいそうです。いやー、狭間、てめえその汚ねえ足をどけろって言ってんだよ。おやおや、怒っちゃいましたか。これはもうあなたには不必要なはずですから、私が有効活用しているだけですよ。クソが。はいはい、ストップストップ。まあ、まずは落ち着いてください。それ以上私に近づけば、これをこの釜に落としますよ。そうなればわかります。この状態で教会に落ちれば、まず見つけることは不可能。もしかしたら永遠に死に続けるかもしれませんね。このクソ野郎が。目的は何だ。はい、なぜあなたにそんなことをお教えしなければいけないんですか。不思議ですね。私、あなたのお邪魔は一切しないと言いましたよ。私はここで自分の実験を続け、あなたはあなたの目的通りこの釜を通ってテルミさんのところへ向かう。そこに私の目的をお知らせする必要性なんてありませんよね。今回はじっくり観察できそうなのですよ。前はすぐに終わってしまいましたから。前だと。はい、前回はあなたの妹さんで同じ実験を行ったのですが、たかだか数十回の死で壊れちゃいました。いやー、この私が直接実験を行ったのですがね、妹様の泣き叫び助けを請う姿は、それはもう悲痛で悲痛で、私まで悲しくなってしまいましたよ。てめえが、さや。ええ、素体制作に魂は不必要なので消えていただくついでに。でも魂がまだ生きていたようですね。いやはや、思いのほかにしぶとい。てめえはぶっ殺す。
おお、私ぶっ殺されちゃいます。なんだこの力は。まさかそんな。じいさん早く扉を。分かっている。くそ、解除のコードは何だ。ラグナ、ダメ、やめなさい。あざまこれが憎悪、これが憎まれるということですか。なるほど、これならテルミさんも強くなるわけです。ラグナ君、このゴミは妹さんの時のように楽しませていただきますので、あなたは早くテルミさんのもとに。ノエル・バービリオンが待っていますよ。さあ早く早く早く行きなさい。レイチェル、あれ、また死んで生き返りましたか。いやー、でも人の大事なものを壊すのは本当に楽しいですね。狭間、てめえは塵も残さねえ。おお、さすがです。すごい殺意ですよ。これなら今の私でも使えそうだ。第666拘束期間解放。次元干渉虚数法陣展開。ブレイブルー起動。Alright! The Wheel of Fate is spinning! Whatever. Rebel, I was gonna say, I don't understand the point of him antagonizing Ragna when Teremy is right on the other side, and that's kind of the main goal, but then again, he did have his own agenda from kind of the very beginning, so. God, without Teremy in you, you are not a threat at all. Christ. Kuros! 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 Mada desu ka? Mada tarimasen ka? Nara...このクソ吸血鬼には消えていただきましょう。レイシェル。おや。やった。つかってめえ何してやがる。大丈夫か。って、なんだこの拘束陣。おい、しっかりしろよ。こんな雑な拘束陣も解けねえのか。ったく。よし、動けるか。まさか単独でブレイブルーを起動させるなんて。狭間、彼は独立した存在になろうとしているの。は？おい、しっかりしろって。聞こえてるか。え、黒金直人、なぜあなたがここに。なぜって言われても、そこに横穴があったから入ってみたら、なんかヤバそうな場面に遭遇して。とりあえずあんたは大丈夫そうだな。ええ、そんなことよりもラグナは。まったく、余計な邪魔が。何よそ見してんだてめえ。死ね、今すぐ死ね。ラグナ君、不意打ちは。うるせえ。死ね、死ねよ狭間。ラグナ、おやめなさい。私は無事よ。死ね、
ねえ死ねえ。おい、なんかヤバくねえか、あいつ。ダメ、完全に怒りで我を忘れている。このままでは全ての可能性が失われてしまうわ。可能性？ここは、このカグツチにある釜は黒き獣が初めて生まれた場所なのよ。もしここで再び彼が黒き獣になれば、今まで生まれた可能性は全て失われる。未来永劫にね。可能性を助けて世界を救いなさい。未来可能性ね。そうです、そうですよ、ラグラグ。憎しみで、その憎悪で僕を殺しなさい。あんたにこいつは殺させねえ。話が通じる感じじゃねえよな。でも言わせてもらう、あんたが敵を倒すのは救うためなんだろ。憎しみで倒したらダメだ。それにどうやらあんたは俺の可能性みたいだからな。ほら来いよ、俺があんたを助けてやる。Okay, they just keep throwing stuff out here, don't they? Rebel one, action! Ow! Motherfucker! That's my stick! Get out of here! Look where you're going! Oh my god. Fucking Naoto is agile as fuck. God, he is strong. He is strong when he's mad. Fuck. それなんで、なんなんだよこいつ、めちゃくちゃ強いじゃねえか。なんだこれ、この感覚。鏡を殴ってるみてえで、マジで気持ち悪いぞ。散々ぶん殴っといて何言ってんだ。だから途中から手加減したつもりだったんだけどな。でもな、目は覚めたみてえだな。悪いな、とりあえず礼は言っておく。いいよ別に、俺は約束を果たしただけだしな。ラグナ、すまねえ、またこれに食われかけた。もう大丈夫みたいね。それは俺のセリフだ。お前こそ大丈夫かよ。ったく、狭間なんかに捕まりやがって。狭間、まったく余計なことをしてくれたものです。くだらない、実にくだらない。ずいぶん楽しそうじゃねえか。助けてやったんだから感謝ぐらいしろよ。助けた、あなたが私を。なるほど、これは実に面白いですね。どうやらまだ未来が残っているようですね。未来？兄さん。ジンコ、たく押せよ。兄さん、殺すよ。殺
ます。いえ、狭間さん。さて狭間、もうてめえのザレ事には惑わされねえ。お前もここで終わりだ。終わり？そうですか。終わりですか。ですが、あなたに救われるなんて死んでもお断りです。私もブレイブルーですからね。狭間さん、トリニティグラスフィール、僕はあなたのその慈愛と哀れみの目が本当に嫌で仕方ありません。ではラグナ君、楽しい可能性を期待していますよ。ちょ、待て、狭間！奴はテルミのところに向かったのか。いいえ、彼はすでに視覚者ではないはず。それにあの状態で門へたどり着けるとは思えない。このまま教会のうねりに飲み込まれて消えるだけよ。カズマさん、いや、あの野郎は生きてる。あ、いや、そのなんて言えばいいのか、勘？あ、とにかく生きてる気がするんだよな。お前めちゃめちゃ怪しいぞ。そうか。あ、まあそのあんま気にすんなよ。とにかく俺が探している青はこの世界にはないみたいだし、俺の役目もここまでみたいだな。世話になったな。礼を言う必要はねえよ。多分これは俺の、いや、俺たちの世界のための戦いでもあったんだと思う。俺たちの世界だと？貴様本当に何者なんだ？ごめん、うまく説明できないんだ。俺もよく分かってねえし。ああ、そうだ、なあラグナ、例の代わりにさ、頼みがあるんだよ。あ、なんだよ。村雲ユニットを着た女の子たちいたよな。あの子たちにはできるだけ優しくしてやってくれ。個人的にあいつらに辛い思いしてほしくねえんだ。努力をする。頼んだぜ、ナオト。ご苦労様。人使いの荒いお姫様だよ。じゃ、またな。ごめんなさい、ラグ。悪い、俺のせいで余計な時間を使っちまった。急いで門に向かうぞ。レイチェル、お前はここで留守番だ。レイチェル。え、ええ、そうね。それにここの絵がいない今、あなたたちを教会へ無事に突入させられるのは私だけでしょうから。おい、本当に大丈夫か？別にお前がやらなくても。兄さん、時間がない、すぐに降りる。吸血鬼、バックアップは任せたぞ。すみません、レイチェルさん、よろしくお願いします。座標は私が把握していますので。これでいいから、早くお行きなさい。それじゃあ、行ってくるわ。行くぞ、兄さん。おう。
と、ここが教会か？いや、この感覚は外の世界ってやつか。 Okay. And thus we have finally reached the final episode of the Blaze Blue series. The canon Blaze Blue series. I'm not sure if Cross-Site Battle is counted as canon. Probably not. But we have one more thing we need to do. We have to just dig through the rest of these sub-scenarios that we have for episode 11. 1, 2, 3. We have 3 sub-scenarios to go through. So we'll knock that out next episode, and then the episode after that, we begin the final episode of the game. Just to give you an idea of where we are, I actually, out of curiosity, did look up how long the game was. Not any specifics of the story of what happened, but just how long the game was. And there are an even 100 chapters, but this, it's, so, you know, we have 6 chapters left to go, but, you know, it's going to be quite a bit. So we'll get more into that after we take care of the sub scenarios though. We have Tsubaki, Jubei, New, I guess, Jin, Rachel, Ragna, and Trinity. We have 7 people left out of the group that we started with. It's going to be quite interesting to see how this all ends. But we're going to have to save that for later. So, as this episode comes to a close, I want to say thank you guys for watching, and I'll see you guys later.